あれは金色の礼を、なぜこんなところに。ひるむな、相手はたかだか数人だ。あの反逆者を捕らえれば恩賞を賜れるのだ。生死は問わん、包囲して奴らを捕らえよう。一回になって一気に突破する。みんな俺から離れるんだ。無益な血は流したくない。引いてくれ。これで決めるよ。行くぞ。踊るがよい。この機を逃すな。畳みかけるぞ。死にたいのは。はっ！そんな！滅する。
そんな。滅する。まかり通る。私にだってできるんだから。これで決めるよ。行くぞ。この木を逃すな。畳みかけるぞ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。せい。だ。かぬ。まかり通る。これで決めるよ。行くぞ。逃さない。
逃がさない。終わりだ。そんな。マカリトール、これで決めるよ。行くぞ。終わりだ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。はっ、なんだと。遅れるな。おりゃ。さて、楽しませてもらおうか。せい。だ。この程度なら。遅いね。Thank you.
この機を逃すな。畳みかけるぞ。これで決めるよ。行くぞ。許さない。私にだってできるんだから。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。行くぞ。踊るなよ。これが俺の選んだ道だ。すまないエリス。フィュリア、大丈夫か？え？このくらい平気だ。もたもたするな。早くしろ。行きましょう、レオ。邪魔をするな。私にだってできるんだから。これで決めるよ。行くぞ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。ぬりゅ。遅れるな。わしのために
しっかり働いてもらうとするかの。まかり通る。これで決めるよ。行くぞ。踊るなよ。遅いね。私にだってできるんだから。これで決めるよ。行くぞ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。はっ、そこだ。どいつだ。死にたいのは。情けはかけぬ。この程度なら。邪魔をするな。わしのためにしっかり働いてもらうとするかのう。
行くぞ。はい。これで何が良い。この機を逃すな。畳みかけるぞ。はっ、そこだ。遅れるな。終わりだ。はっ。あらら、あともう少しっていうところだったのに。魔物にも分かっちゃうのかな、あたしの可愛さが。ほんと、あたしって罪作りな女よね。美少女ルアナちゃん絶体絶命のピンチなんてね。冗談言ってる場合じゃなかったか。こんな時は白馬に乗った素敵な王子様が颯爽と現れるっていうのが定石なんだけど。そんなことあるわけって、あれ、言ってみるものね。それとも普段の行いがいいせいかしら。白馬じゃないけど白は白だしね。大丈夫か。こんなところで何やってるんだ。たまたま私たちが通りかかったからいいようなものの。偶然ではありません。これは必然です。彼女はあなたと同じようにレオンハルトの魂に引きつけられたのです。私があんたに引きつけられただって。どういうことか納得のいく説明をしてもらおうか。いや、そんなことを俺に言われても。なんだかパッとしない白馬の王子様ね。ここは一つ気分出しとかないとね。はあ、助けて。何のことか本当に俺は知らないんだ。後でリシャナにでも聞いてくれ。それよりも今は彼女を助けることが先決だ。なんだよそれ。分かったよ、リシャナに聞けばいいんだろ。できるんだから。
これで決めるよ。行くぞ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。はっ、よーっ。遅れるな。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。無益な血は流したくない。引いてくれ。遅れるな。終わりだ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。我のすべては主のために。この程度では足りぬの。
大丈夫ですか？怪我はありませんか？平気平気、助けてくれてありがとう。いえ、怪我がないようで何よりです。こんな時は可憐な女性がお一人でこんなところを旅するなんて危険ですよって言わない？え、ああ何困ってるんだ？そんなこと言わなくていいんだよ。それよりもこいつも引きつけられたって言ってたけど、どういうことなんだ？レオンハルトには人を引きつける力があります。だからこそレオンハルトと契約を交わしたのです。人を引きつける力？何それ？俺にもよくわからないんだが。あ、ちょっと待って、君のことをどこかで見たことあるような気がするのよね。グリダマスの隊長だよ。はあ、もしかして金色のレオ？ああ、もううるさいな。でもグリダマスの、しかも金色のレオがなんでこんなところにいるの？ここはもうリグルス領よ。リグルスに向かっているからね。訳ありってことね。それじゃあ私も一緒に連れてってもらえる？私もリグルスに行く途中だったの。ついでに訳ありな事情について話を聞かせてもらっちゃおっかな。いいでしょう。事情は私が説明します。それじゃあ決まりね。私はルアナ、これからよろしくね。何がよろしくだよ。あんた、さっき戦えたんだろ？あれ、分かっちゃった？いいじゃない、ちょっと気分を出してみただけよ。運命の出会いって演出が大切でしょ？何が運命の出会いだよ。いいか、私らの足手まといにはなるなよ。そうならないように努力はしてみるわ。you